ダイレクトボタンの設定やホーム画面の配置などを変更する方法をご説明します。まずはじめにダイレクトボタンの設定をご説明します。ホーム画面で設定されていない1から3番までの番号をタップします。設定したい人を電話帳から選択します。設定したダイレクトボタンに名前が表示されたら設定完了です。ホーム画面の配置などを変更する方法をご説明します。ホーム画面を左にスライドして、設定をタップします。画面下部のホーム画面設定をタップします。ここからお好みに合わせてホーム画面をカスタマイズさせることができます。ホーム画面のアイコン配置タイプを一括で変更する方法をご紹介します。ホーム配置パターン選択をタップします。ここからお好みに合わせた配置パターンを選択することができます。電話やメール、カメラや地図など基本的な機能をよく使う方は電話・メール中心タイプを選択します。アプリを名前順に配置したい場合はカスタマイズタイプを選択します。お買い上げ時の配置に戻したい場合はお買い上げ時に戻すを選択します。お好みの配置を選択し OK をタップすると配置が変更されます。次に好きな位置にアプリを並べる方法をご説明します。ホーム画面を左にスライドして設定をタップします。画面下部のホーム画面設定をタップします。アプリの並び替えをタップします。ロングタッチするとアプリを移動することができます。アプリを配置したい場所で指を離します。OK をタップします。これで配置完了です。